はい、始まりました元町映画館シネマ広間ということで、今回はですね、こちら監督、役者としても活躍しますグザビエ・ドランをですね、ぜひ、おすすめしてくださるゲストの方をお呼びしております。元町映画館スタッフ斉藤くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、ゲストとして斉藤くんに来ていただいておりますが、なぜグザビエ・ドランを今紹介するかというと、まずはですね、簡単にこちらの作品ですね、はい、2月18日から演者としてのグザビエ・ドラン神の揺らぎが、上映されておりまして、ただいまですね、シネリーブル神戸さんでは監督としてのグザビエ・ドラン、たかが世界の終わりが、上映中ということで、ご覧になりました。はい、見ましたよ。でもグザビエ・ドランの作品を好きになったのとかっていつとか覚えてます？元町映画館で私とドランさんをこう労働省してたんですけど、はい、その時ですね、その時知りました。すごいやつ出たなって、まあ、その時ちょうど僕らの、ね、同世代というか、はい、宇佐美殿さんのね、世代というか年1個上ですね、1個上ぐらいでね、1個上でってこんなすごいの撮るんやみたいな、しかもこれ3作目なんやっていうところなんですよ。う、ね、うん、1作目19歳でデビューって、すごいね。関連してくれ、いまだに聞きますもん、グザビエ・ドランどんな作品好きですか、やっぱ私のランスが一番っていう方がね、多いと思います。多いですね、やっぱ多い。今回のたかが世界の俺もまあ監督としてグザビエ・ドランさんが関わってますが、どうでした？はい、いや、よかったですね。あの、半端なかったですなんか急にギャルっぽくなってるけど、あのね、ちょっとね、あんまりあの7分で収めろって宮本くんに言われてるので、うん、はいはい、詳しくは喋れないんですけど、そうですね、あの変化が見れます。グザビエ・ドランの変化です。監督としての変化の時期だと思います。ちなみにじゃあ私はロランスはと、まあ、これの、まあ、結構の一番の違いというのは何でした？高橋世界の終わりと監督としては、ね、違いっていうか、なんか変わったなと、変化があるんやったらやっぱどういう変化があったの？まずね、まあ、私はロランスではかなりシュールな映像とかが多かったんですよね。はいはい、まあ、空から服をね、あ、はい、かしたりとかね、そういう、やんちゃな部分があったんですけど、うん、たかが世界の終わりではそういう部分はかなり影を潜めていました。はい、あともう一つ重要なのが、私はロランスではこう二人称的にこうストーリーを語ってたんですけど、はい、たかが世界の終わりでは三人称的に、物語を描いていて、うん、こう、まあ、グザビエ・ドランの作品ってすごい自意識過剰な部分があるんですよ、うん、いい意味でね、いい意味で自意識過剰な部分があったんですけど、はい、そういう部分がね、かなりね、薄らいでて、あ、なんかドラン大人だったなって、へー、まあ一個上なんですけどね、一個上なんですけどね、思いましたね、先輩なんですけどね、っていうところでやっぱりこの作品は変化の時期なんではないか、監督としての変化が見られるということで、はい、じゃあ過去作品が好きって言ってた方はちょっとね違うなって思うドランがそこにあるかも、人もいると思いますし、実は僕もそうなんですよ。はいはいはい、僕も実はあの私はロランスとか、うん、胸騒ぎの恋人とかが一番好きなんですよ。はい、あの時期ってやっぱりさっきも言ったけど、あのやんちゃな時期というか、うん、ね、あのすごい映像とか、はい、まあ、ミュージックビデオみたいな映画やなっていうのは普段からね、お聞きしてましたけど、ね、そういうミュージックビデオみたいっていう人もね、いう言い方をする人もいますけど、はい、そういうとんがった部分が、はい、まあ、魅力的で、うん、そういうところを僕もっと見ていたかったっていう気持ちもあるんですよね。ああ、なるほどね。はい、そういう、あ、そっち行かんかったんかっていう寂しさもありつつ、でもまた違った予想はしなかった方向に、まあ、変化していってるっていうところで良かったんですよね。じゃあもしかしたら次の監督ね、次の自作の監督でまたそれとどっちの互いのいいものが出したものが何か選ばれるかもしれない、まあ、かもしれないですけど ね、でもそれはもうほんま誰にも分かりませんけど、でもこのチラシのね、裏面に書いてる、人は誰しも愛し愛されたいのです、分かり合うのは難しいけどいつかきっと届くはずです、はい、まあドラの映画には
まあ、この言葉僕が言うと長くなりますけど愛し愛されたいのですってやっぱ愛がね一個のテーマに、そうですね、コルンカーはね家族のね愛を描いて、はい、私はオルランスではまあ恋人とかの、まあ、互いの距離の愛を表現してますけども、はい、やっぱそれがやっぱ鮮明に現れてますかこの映画にも。そうですね、描かれているテーマの部分では、うん、もう過去作からずっと、はい、あの共通していて、うん、まあ、本作でもその先ほどね、まあ、言ったような問題が描かれてますので、はいはい、そこはドラマ変わりないです。変わりないということ、そこは変わってないです。だからそこは、はい、まあ、根は変わってないということ。根は変わってないですね。じゃあもうそういうのがやっぱ興味ある方はぜひ、うん、シネイル神戸さんでまた見ていただければ、はい、本当に良かったです。おすすめということで、まあ、それに合わせて神の呪いが元町映画館でも上映中ということなので、こちらはね、はい、俳優としてのドラマということで、まあ、あらすじを簡単に言うと、まあ、墜落する飛行機に乗り合わせた乗客たちの、まあ、前ですね、背景とか今までどういう生活をしていたかをどんどん紡ぎながらどんどん墜落に向かっていくということで、ドランはあるですね、まあ、恋人、まあ、嫁さんとですね、まあ、付き合っている人で、まあ、ちょっと理由がありまして、ちょっと死にかけじゃないですけど、まあ、血液を輸血せな助からないのにちょっと輸血できない状態やけど、てんみたいな形で、まあ、非常に難しい役どころ、しかしやっぱりテーマは愛ということで、愛があるのではないかなと、うん、その人、恋人、そして自分を守りたいという、そして誰かを守ってあげたいという愛がですね、まあ、テーマになって演技をまあしているのではないかと、簡単に、ね、言うと、まあ、しているのではないかと、非常にこちらも楽しみな、うん、まあ、面白い作品になってますので、まあ、リーブルさんで高が世界の終わりの半券をですね、はい、持ってきていただきますと、こちらの会の依頼はですね、割引になる、ね、劇場の垣根を越えた、サービスでグザビエドラマ一般料金が1700円から1300円に、まあね、ぐっと安くなる割引もやってまして、うん、劇場を通してですね、グザビエドラマという映画人をですね、はい、盛り上げていこうと思っておりますし、もう役者としてのドラマね、素晴らしいですね。素晴らしいですので、こういう監督、役者どちらもできるグザビエドラマという存在がですね、いやっていうかね、はい、役者の方が大切らしいですよっていうような発言があって、はいはい、あのまあグザビエ・ドランって6歳の頃から子役をしてたんですけど、もともと役者なんですよ。っていうところで、なんかやりたい役のオファーがこう待ってるのが嫌やから、うん、監督になることで自分のやりたい役をやるんやっていうね、いうことらしいです。まあ、そういうぐらい、まあ、映画に対して自分を出していく、うん、そして自分を表現することはやっぱり映画という土台はやっぱ外せないということで。うん、まあ、今回の監督そして出演作品、はい、こういう才能ある、ね、はい、映画人が活躍を、まあ、劇場で見れる機会は10年後20年後自分の人生であるかないかって言ったらわからないですから、うん、この見れる機会にぜひですね、それは絶対、あの劇場に足運んでいただいて、10年後、はい、20年後こういう人がおって、自分がこういう今劇場で見えたことが幸せやっていうことをですね、はい、言えるほどの、まあ、才能ある演者さん、そして監督人として、まああると思いますので、はい、ぜひですね、この機会に僕は劇場でこの2つ、神の選び、たかが世界の選びを見ていただければと思います。はい、僕からは以上です。はい、僕からは以上です。はい、ということで今回のシネマ昼間、グザビエドランを紹介していただきました元町映画館スタッフ、はい、斉藤誠君でした。どうもありがとうございました。